この時代このタイミングにこれはやっぱやるべきなんじゃないかなっていうふうにすごく強く、なんか使命感みたいなのが生まれて、僕が家康っていうのが一番重要だったので、威厳と説得力のあるキャスティングをしたいなと野村萬斎さんの名前が浮かんで、学徒を信長にしたら面白いんじゃないかと。狂気も出せるし、かっこよさも出せる、怪しさも出せる、じゃあ秀吉誰持ってくれるここはやっぱ圧倒的な安定感になる竹中直人です。この3本の矢が揃えば安定した土台ができたなって、ワイルドな赤楚衛二を出してほしいって、ずっと会うたびに言い続けたら、ある時からちょっとスイッチが入って、ものすごいかっこいい龍馬になった、びっくりしました。今ついに新内閣の面々が姿を現しました。2020年コロナ禍内閣大崩壊、日本を救うのは現代によみがえった歴史上の偉人たち。ヒーロー集結、偉人ジャーズに大熱狂。一度口にしたことはやりきる。目を覚ませ。いや難しい質問ですね。こういったちょっと誤解を招くかもしれないけど、本当プラモデルみたいなもんだなっていう、毎日プラモデル作ってる感じなんですよね。一個一個のなんていうのパーツ組み立てていくんだけど、本当一部分しか毎日作れないから、うん、で最終的にどういう、こうモデルが出来上がるのかっていうのを想像しながら、本当に細かい部品を毎日作って、編集で重ね合わせて、で最終的に色をきれいに塗装するような作業を、音楽をつけたり CG をやったりっていう、まあ、すっごい贅沢な趣味をやらせてもらってるっていう感じですね。